穴水さん、まあ、エンジニアとしていろんな、作品を撮ってきたと思うんですけど、メインストリームとは違った音楽の録音っていうのはいろんな面で違うと思うんですけど、そこについてのお話を聞きたいんですけど、まずはメインストリームの商業的な音楽とインディーズとかアンダーグラウンドの音楽の違いについてなんですけれども、基本的には撮る上では違いはないです。これはね、全世界共通です。録音の技法は基本的には同じです。なんでかというと、世界中に存在する音の波形というのは同じだからです。なので、そのいじり方の技法ももちろん物理学的には同じになるのは、これは自然的なことだと思います。じゃあ何が違うのかというと、音のソースが違うんです。ソースというのはいじる前の波形のことです。つまり撮る前の楽器、音色というのはやはりどうメジャーフィールドのものと違ったもので表現するのかってことが違うんですよ。で、私アメリカのツアー PP で1回、ワグプラティで1回行ってますけれども、現地のバンドと触れてなるほどと思ったのは、向こうの人たちはメジャーフィールドの人たちと違う楽器を選択的に使ってるんですよ。日本のグループはやっぱそこはちょっと疎いと思います。アンダーグラウンドたちは、あの、日本で買うと本当にレアで、逆にこれどう探しても見つからないぞっていうような3のベースアンプであるとか、あとはブギーの古いマーク2とか、そういうような感じのギターアンプとか、そういったものが雑然と置かれていて、多分この人たち選択的にこれを手に入れてるんだろうなと思いました。あとはかといって最新技術を否定しないかというと、例えばニューヨークなんかで購入した時は日本では見たこともないような、もう今じゃ日本では一般的になるんですけど、6年前5年前ですか、こんなちっちゃいギターアンプのヘッドがポンと真っ白なキャビネットの上に置いてあったので、あれは衝撃的でした。で、その後日本でもまあぼちぼち先進的なアーティストが使い始めるんですけど、そういう超小型のデジタルアンプを使っていたりとか、そこら辺やっぱりね、向こうの人たちっていうのは選択的にメジャーとは違う感じのエクイプメントを使って自分たちのオリジナリティあるサウンドを出してるんだろうなってことを思いました。まず在店としてそれがあります。それをいじる技術っていうのは基本的にはメジャーと変わらないんです。で、メジャーよりもそれが劣っている、商業的な音楽よりもそれが劣っていると何になるかっていうと、いわゆる卓録になっちゃうんですよ。アマチュアの、アマチュアの卓録とアンダーグラウンドのミュージシャンの作品の違うっていうのは、私たちがやってるのは卓録じゃないんだってことですよね。だから技術はなきゃダメです。技術を踏まえた上でメジャーの人たちが使わないサウンドをどう表現していくかってことをちょっとお話していきたいかなと思います。僕らメジャーほどできないしなじゃなくて、まあ、あえて違うものを選択して、まあ、メジャーとは違った手法で、まあ、自分たちの個性を出していこうっていうことを、まあ、選択的にやってるっていうところですね。そうです、極端に言えば別にキャッチーな曲を作れば100万枚ぐらい売ってやるよぐらいの気概で、でもあえてそうしないんだよ、それが我々の文化的な提示なんだよ、アティテュードなんだよってことを音で示さなきゃいけないと思うんです。まあスティービー・タンってすごくロック音的にいいっていうので有名ですよね。で、まあ、ブラック・フラッグとバイノもでも実はあれはあれでいいよって感じ。でもまあやっぱりハイファイじゃないかなと思うんですね。ブラック、あのスティービー・タンとブラック・フラッグの違いっていうのは何が違うかっていうと、使ってる機材の違いだけだと思う。技法は根本的にはそんな変わってないです。あのどっちも共通しているのはそれぞれの音がはっきりしてます。なのでブラックフラッグはじゃああれダメな音かっていうと、あれも別に音響学的には音パターンはっきりしてるんでサウンドチェックには使えます。大きな音で鳴らしてもぐちゃぐちゃにならない。だから彼らはああいう無茶した音を出したいわけで、何が違うかっていうと、音の要素っていうのは3つあって、あ、音楽の要素ってリズム、メロディー、ハーモニーじゃない。音の3要素っていうのは波形、音色と、あとは周波数、音の高さ、それとあとはダイナミックレンジ、音の大きさ、音の強弱、これが音の3要素なんですね。で、メジャーフィールドの音楽とアンダーグラウンドの音楽の決定的な違いっていうのはダイナミックレンジの違いです。あのメジャーフィールドの音楽っていうのは波形がこれ全部ね、てっぺんまでギリギリ詰まっちゃっていて隙間が一切ないんです。だからずっと聴いてると疲れる。アンダーグラウンドの音楽っていうのはリミットとポイント、要するに上に上がりきるポイントっていうのはさすがに一定なんですけれども、強弱があります。まあある意味クラシックに近いんだけど、クラシックの場合は
全体的なダイナミックレンジがこうやって全体的に上がったり下がったりするんですけども、アンダーグラウンドの音楽の場合、特に SST の音源なんか完全にそうなんですけれども、個別の音がこう隙間が出たりする、上がったり下がったりする強弱が結構激しいの。だからそれが無茶してる感が出てるんですよ。だからメジャーにない無茶してる感と激しさっていうのが実はそれで出してるんです。だから私もそれを心がけてるんです。だから全部の音がコンプレッサーっていうのをかければ一旦全部音を揃えて、さらにファイナライザーっていうのをすれば全部音の大きさっていうのも均一にできるんですけど、それやっちゃうと一瞬聞きやすい音に聞こえるんだけども、無茶してる感とかやっぱ音の強弱がないんで、バタバタ感も出ない。でも実際はみんなバタバタして演奏してるって、そこがやっぱりグッとくるわけじゃないですか。なんだこれやっていう、そのグッとくる感があるじゃないですか。やっぱりそこなんですよ。私が心がけてるのはそれです。だからそうなるとコンプレッサーっていうね、音を気にする機械に頼らないでやらなきゃいけないんで、むちゃくちゃフェーダーとか動かさなきゃいけないんですけど、昔はそれをマニュアルでやってたんですよ。こうやってずっとタイムライン見ながらやってたんだけど、まあ今はそれをコンピューターのプラグインでできるんでかなり楽になりましたけど、まずはそれが音の違いの秘訣の一番大きなところです。結構コンプレッサーでこうバーンともう一緒するんじゃなくて、オートメーションというかそういうので結構強弱つけてる。なるべく強弱は音のある強弱を大切にして、それでどうしても変えなきゃいけないときは機械に頼ってそれましょうということです。トリオンが結構一発で取らないと厳しい。そうですね。でもそうじゃなくてもいけると思う。音楽スタジオで撮っちゃうと、なんでみんなの思ってたのと違うのになっちゃうかっていうと、やっぱりそれ技術的にそれが当たり前なんだよ。まず基本的にそれぞれのソースにトリコンプって言って、先にコンプかけちゃう場合なんかもあるし、後で均質にコンプかけるのも当たり前なんだけど、それいちいちアーティストには聞かないでやっちゃうんですよ、レベル揃えるために。で、私は基本的にはコンプかけなかったりします。で、わざとドラムのバタバタ感とか出します。そこがやっぱりね、そうですね、アンダーグラウンド独特のなんだくらい感覚です。特に激しい感覚とか。そうそうそう、レコーディング的に聴いて面白いなっていう音源とか、アンダーグラウンドで。アンダーグラウンドが面白かったのは、まあもちろん初期の SST なんか面白かったんですけども、やっぱりね、スクリーミングトリーズです。まあ、わかります。まあ、SST ですか。スクリーミングトリーズって、むしろサブアップのイメージみんな強いと思うんですけど、でも、SST から出てるスクリーミングトリーズはいいんだよね。サポップから出てるのは音的にもちょっとこじんまりしちゃって、曲的にもなんかちょっとメジャー狙いでイマイチなんですけども、 SST から出てるスクリーミングシリーズは、ね、実は影響受けてるんですよ。私も SST がかなりね、そういうのでインスパイアされてるんだよね。やっぱり同じアーティストでも SST から出すとこんなだったのかっていう、その違いは明確になって分かるっていうところですね。でそこでやっぱり自分で追求したのが SST はそのバタバタ感出してるんで、どんな上手いアーティストが でもそれが彼ら本来の演奏であって、彼ら本来のダイナミズムなんだ。それがやっぱり結構ね、91年、2年ぐらいかな、参考になりました、ね。スクリーミングトリーズはすごい好きで、サーポップのね、重いバスの中にあってるジム編のカバーやってるやつがあるんですけど、あれなんかはかなり影響されました、ね。だから当時普通に聴いてて、なんか録音すげえなって思ったっていう。録音もすごいなと思った。まず音楽的にかっこいいと思ったんだけど、その後遡って接種に聞いてみたら、これ録音すごいね、こんなバンドこんな風に出しちゃうんだ。あともう一つは SST もちゃんとしたもの出せるじゃんとも思った、思ったけども一方で SST っぽいなとも思ったしっていうのもあった。日本のインディーって僕聞いててあんまり音が面白くないなって思うんですけど、なんか音が本当ベタっとした感じで、やっぱりなんかあんまりそういうダイナミズム意識してないんですよ。やっぱりスタジオの人に任せてるのと、あとはこれ私の経験でもあるんですけど、バンドの人がトンチンカンのこと言ってくるんで、分かってなさすぎて、なので結果的にダメな音になっちゃう。で私がやっぱりこういうの始めたのもそれなんです。多分撮ってもらったらろくな音にならないなと思って、自分でやろうと思っていろいろ勉強したっていうのもあります。でなんで下手になっちゃうかっていうと、まずね、日本の場合はなんていうのかな、技術者がすごい少ないんだよね。で技術者が少ないから技術の幅も非常に少なくて確実化されてるんですよ。それすごい、そうですね、だからどこの安い音楽スタジオ行くと、どこ行っても同じような音になっちゃうでしょ。高いところ行ってもそうなんだけれども、昔はそういった意味でローレベルの人で、今は結構ハイレベルの人で、ね、メジャーっぽい音で撮れちゃいますよね、スタジオ撮ってもらうとね。
で音はいいし、あとは自分たちの演奏もちゃんと再現はできてるんだけど、グッとくるものがやっぱりない、ね、FM から流れてる、J-WAVE から流れてきてる感じみたいな感じになっちゃってるな、これっていうような音になっちゃってると思う。そこはやっぱりそういうダイナミックレンジをどういじるかってことなんですね。でダイナミックレンジの幅をつけるっていうのは、これ技術的にも非常に困難極めるんで、これ反則技なんでね、実はね。ダイナミックレンジの幅を薄めるっていうのが音の強弱、ね、がこれレコーディングの技術の基本になっちゃってるんだけども、そのレコーディング技術の基本と我々の表現しているものっていうのは実は相入れないものなんですよ。だからその相入れないものを表現できるような文化っていうのはアメリカの人たちは自己流にそれやっちゃってるんだよね、うん、自己流なんだけども、でもメジャーの技術をちゃんと踏まえてます。で日本の人たちもやっぱりそれをやってこうと思って、実は私は頑張ってやってるつもりでもあるし、あの後輩も育ててるつもりではあるんですけど、なんかそのさっきの話でバンドの人がちょっと正確なことを言えないエンジニアにっていうのがあったと思うんですけど、それなんかまあ結構自分自身も耳が痛いというか、エンジニア的なテクニカルな知識をバンドの側が本当に専門的じゃなくてもある程度共有してるっていう現状もないと思うんです。そこがなんか分離されちゃってて、でじゃあ逆にバンドの人がどうやって知識をつければいいのかっていう、身近じゃないっていうか、あのそれは勉強する前にちゃんとミュージシャンにならなさいってことです。レコーディングの時よりもむしろ PA の時によく思います。ちゃんとしたやっぱりミュージシャンとして確立する人だったら言ってこないようなことを平気でパンプの人たち結構言ってきます。例えばね、よくあるのはドラムのところにドラム返してくれって言われるんですね。まあそれはまあなくはないんですよ。だからそういう時はキックとスネアとハットの3点ぐらい軽く返すんですけれども、タムが聞こえないよとかって言われたことがあって、そんなことってメジャーフィルムですよ、絶対聞こえないですから。やっぱりそこら辺はね、それぞれミュージシャンとして確立してないんだよね。音楽やってる気になってるだけの人が多すぎる。すべてのバンドの子たちに言いたいのは、あなたたちはやってる気になるんじゃなくって、本当に女の子を動かすつもりになってアーティストになってほしいんだよね。これは本当に私言える。まずそれからですよ。そうすれば自然的に自分に必要な技術は何かっていうことももっと必死になって覚えるだろうし、もっとだからやりたいものがちゃんと明確にあったり、まあこういう難しいことって言ったらいいけど、やりたいっていうのがあったら、まあそこにまあ見合った知識なりをやっぱりまあちゃんと演奏だけに行くんじゃなくてつけるべきだっていうことですよね。腹を決めなさいってことです。皆さんもう本当にね、いやこの人音楽やりたいんだったら私みたいに人生謝りなさいってそれっていうよりも、なんだろう、その道筋がなんかすごい分離されてるっていうイメージもあるんでね。なんか別にバンドの人がそういうのを学ぶのが当たり前じゃないっていう感覚は、うん、当たり前になってないじゃないですか。で、あ、海外のバンドの人たちって、うん、なんかそのバンドをやるってことにそういうことが含まれてる、バンドマンにような気がするけど、僕がやってきた経験上なんかそこをバンドの人たちがすごく重視してる人っていうのはすごい少数派だと思うんですね。それがなんかなんだろう、範囲に含まれてないっていう印象があるから、まあだからそれでこれを取ってるっていうのもあるんですけど、もっと細かい専門的なことを言うんだったら、まずギターならギター、ベースならベースの自分の足元作りからもうちょっと真剣に見つめてみたらどうかなと思います。そういうところからどん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 広まっていくから、ただ単に値段が安いからこれなんじゃなくて、やっぱりメジャーフィールドのアーティストのとかっていうのは結構情報もたくさん出てるんで、そういう人たちの足元の中で、あ、これだったら自分も変えるなって、そういう選択の仕方がいいかなと思います。確かに、よくツアーでやると海外のバンドって結構、ね、音が決まってて、BA とかやる場所によらないで音を作る、いきなりガンと出る、そうそう、うん、エフェクターとかも持ってきて1個ぐらい、そうそう、やっぱプレーによるけど聞こえないとかも、まあ、多少なりともあるんだと思います。でもこれは聞こえてるし、これやってるから全然問題ないっていう風にやってるバンドは結構海外が多くて、そういうバンドってガンガンツアーできてるじゃないですか。アスカイになるとかさ、できて、まあアメリカなんか行くとみんな自分のマイク材持ってたりするわけで、うん、一番みっともないなと思うのはさ、曲やる前に誰だら誰だら音出してるんだよ。あ、そうそうそう、外国のバンドって一回ジャンとやって音決めたらもう出さないでしょ、うん、そこはやっぱり自分の音確立してたらいきなりガンと出せるし、うんうん、やっぱりそういうこともこういうような音を取る技術なんかにもつながっていくことなんじゃないかなと思う。そこをもうちょっとね、知識としてつながる感覚があればなんかすごく面白いというか、うん、まあ逆に海外の人はそれやってるよっていうところですよね。そう、それが DJ やってる時にずっと転換前でずっとギターを鳴らしてるバンドがいて、リハもやってて、それって今そもそも何なんだ、ね、これ何の違いだよね。そんなに音出さないといけないんだ、そこまで持ってくる必要があるんじゃないの。あとまあちゃんといいものに触れられる機会が圧倒的にアメリカとかに少ないんですからね、うん、もうそれはなんかちょっとしょうがないのかなと。
まあちょっとじゃあまた次の動画でその辺を詳しく。